Now you're listening to the radio presented by IntCreate. この番組はインタラクティブなイメージをクリエイトする IntCreate がお送りいたします。皆さんこんにちは、ナビゲーターのゆりのです。8月から毎週お届けしてまいりましたインタラクティブウェーブですが、ついに今回が最後の放送となりました。このような素晴らしい機会をいただけて、インティクリエイトの皆様、ガンボルトのファンの皆様に心から感謝しています。これからも活動してまいりますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。大変名残惜しいですが、今回も楽しんで聞いてくださいね。それではオープニングナンバーをお届けしましょう。モルフォで青の彼方。 The opening number is Beyond the Blue by Lumen。 君と僕の果てなき光、届け青の彼方へ。The song you listen is Beyond the Blue by Lumen. Information Stream。 今回のインフォメーションストリームは、前回に引き続きアームドブルーガンボルトのモニカ役を演じられた声優の尾高萌美さんをお迎えしています。なんかあの物語が、はい、こうどんどんこう展開がね、なかなか予想がつかなくて、だからこそ面白いとこもあって、そう、なんか私もすごくドキドキしながら毎回台本をいただくたびに、はいはい、次どうなっちゃうのみたいな感じで、萌美さんも知らず、はい、知らないんですね。そうなんですよ。どんどん台本が送られてくるんですけれども、すごいドキドキしながら読ませていただきました、いやあれも家で流せてもかなりもう本当にその家の空間がその現場かのようなパリンって鳴ったら、キャーとか一人ですごい思いすごいなんか効果音が本当に難しくて、ね、そういっぱいテイクを取らせていただきました。そうなんですね、すごい。パリン感をどう出すかみたいなのいやすごい、なんかねえ、キャラクター一つ一つ丁寧に演じられてて楽しかったですね。でもキャラクターも、はい、その誰が誰だかっていうのを、うんうん、そう自分で想像しながら演じるのも楽しくって、うんうん、多分あれじゃないですか、あの、はい、本編と関係ある人が出てるんだろうなって思うので、レイが、うん、ガンボルトじゃないかと思ってるんですけれども、そうなんですか、はい、でも確かにこれがね、全くガンボルトと関係なかったらなんかちょっとあれって感じですよね。そうですよね、そうですよね。せっかく主人公だからきっとガンボルトじゃないかなーなんて思ってるんですけれども、ね、そういうことだったんですか、うん、いやまだわかんない、なんか皆さん多分それぞれ想像していらっしゃるから。じゃあガンボルトは2つ名前、ガンボルトって名乗り出した時期がきっとあるんじゃないかみたいな。その本当の名前はまだ明かしてないみたいなことかなーなんて、はい、
あとですね、はい、あの火を使ってる人はデイトナではないらしいです。え、そうなんですか。そうなんですよなんかちょっとそういうね、なんか裏話というかでも聞くとやっぱりまたね、うん、聞くのが楽しくなってきますよね、うん、そうですね。さんの近況について教えていただけますか。最近ですね、グラビアデビューをさせていただきましてそうなんですか。今日も脱いでないですよ、ちゃんと着てて着てるグラビア見せるのあるんですか。あります、あります。なんか着てるグラビアで、あの声優パラダイスさん12月号で、はいはい、あの制服で撮影させていただきまして、もしかしてのツイッターに載ってたやつですか。そうですね、だから見て、はい、うわ可愛いと思って、ありがとうございます。あれもグラビアの部類に入るんですか。そうらしいですよ。私も最近知ったんですけど、え、楽しそうやろうか、なんかね、誰も求めてないからえ、でもゆりさんだったらなんか脱いでほしい、脱いでほしいって言ったえ、そうなんですね、あれグラビアなんですね。はい、他には、あ、他にはですね、はい、今ブログの中で、はい、あのウェブラジオを開始しまして、はい、第0回をこの前、1ヶ月、はい、2ヶ月ぐらい前に開始したばっかりで、うん、あの不定期なラジオなんですけれども、うん、あの応援してくださってる皆さんとつながる場所にしたいなと思ってますので、あ、素敵、皆さんあのメッセージとかいただけたら嬉しいなと思っております。そうなんですよ、じゃあ皆さんラジオもね、おたかもゆみさんラジオも聞いてください。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、あの2月の28日になんと、はい、ファンミーティングがあるということで、そうなんですよ、楽しみです。パチパチパチ可愛いいや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 、あの原宿アストロホールというところであるんですけれども、はい、うん、あのライブハウスみたいな会場で、ね、しかもなんか、はい、ね、結構おしゃれな感じですよね。そうなん、ね、シックな感じでね大人な空間ですねそうですね、ライブも別で行われるそうですね、はい、はい、ウルファちゃんのライブも、ね、いや楽しみ、楽しみですなんか、はい、衣装を前回のは、はいはい、桜川さんがご自身で作られた、そうで、すごい、そうなんですよ、次の衣装もすごい楽しみです。え、あ、また違うの作ってくるんですか。一緒なのかな、どうしよう、いや、これは見に来ないと皆さん分かりませんよ。そうですよ、はい、おたかさんももちろんいらっしゃるんですか、はい、あの私も出演させていただきます。そうなんですね、まあ、楽しみ、私も楽しみです。皆さんぜひ遊びに来てくださいね、お待ちしています。はい、お待ちしております。はい、今回のインフォメーションストリームはアームドブルーガンボルトのモニカ役を演じられた声優の小高萌美さんをお迎えしてお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。インタラクティブウェイ、国内版アームドブルーガンボルトは任天堂 e ショップで絶賛配信中です。価格は1960円、必要ブロック数は3150ブロック、約400メガバイトとなっていますので、 SD カードの容量をチェックしてくださいね。かつて少年だった君に送る8ビットテイスト 2D アクション、任天堂 3DS 専用ソフトマイティガンバルトは任天堂 e ショップで絶賛配信中。価格は税込み300円、4ステージが追加されるダウンロードコンテンツも税込み300円で配信しています。アームドブルーガンバルト、サウンドトラック、そしてモルフォファーストアルバム青の輪行の CD2 種が絶賛発売中。価格はともに税別2000円、インティークリエイツの直販サイトインティーダイレクト、全国の CD ショップ通販サイトで購入できます。詳しいことは公式サイト http://gunvolt.com ガンボルト .com または公式ツイッター@ガンボルトオフィシャルをご覧ください。Azure Striker Gunbolt is now available at Nintendo eShop. The price is $14.99. The North American version of Mighty Gunbolt and the download contents that contain additional 4 stages are now available at Nintendo eShop. The price is $3.99 for the Mighty Gunbolt and $2.99 for the download contents.For more information, please visit gumball.com. 今回のインフォメーションストリームはゲストに
アームドブルーガンボルトモニカ役の声優小高萌美さんをお迎えしてお送りしました。 Today's information stream was brought to you with Ms. 萌美小高who did the voice for Monica in Azure Striker Gunvolt。 それではガンボルトからもう一曲お届けしましょう。モルフォで青き扉。The song we're presenting now is Azure Door by Lumen。 未来への扉開く。捨てて捨てて飛び出した牛の振り返らずに心と体それだけを持ち寄せ闇の中追いかけ翻る旗もひとつない青空も澄み切れ色鮮やかなイメージ抱いて眠るの離れないで離さないで迷わないで信じている一人に感じても扉でした。 The song you listen is Azure Door by Lumen。 次は小高萌美さんが朗読するガンボルトのサイドストーリーノベル影狼のメモリアです。アームドブルーガンボルト影狼のメモリア。用があるのは君じゃなかったかな。そうでしたね。カバンから包みを取り出し机の上に置く。昨日は本当にありがとうございました。これ僕と妹からのお礼の気持ちです。キョトンとあっけに取られる姫城、純粋に驚いているようでまさかお礼を渡されるとは思っていなかったらしい。律儀だね君は。あ、いえ、命の恩人なんですから当然ですよ。そうか、昨日は大変だったものな。ありがとう。いただくよ。こちらの用は終わりました。それでそちらの用は何ですか。バレていたか。何か内緒話でもあるんですか。こんな人気のないところに連れ込んで。まあそうだね。単刀直入に聞く。辻斬りラプターという名前を君は知っているだろう。なぜ今その名前を。すまない、君にとっては耳にしたくない名前だろうが。いえ、そんなことは。それよりなんで先輩がその名前を。レイが両親を亡くしたのは8年も前の話だ。辻斬りラプターは当時世間を騒がせた存在ではあったが、今ではすっかりそのなりを潜めていた。逮捕こそされてはいなかったが、ある日忽然と姿を見せなくなったのだ。私は彼を追っている。彼女かもしれないが、何せこの8年一かけらの情報もないのだから。レイもその姿を見たことはなかった。正体不明の殺人鬼、現代の切り裂きジャック、それが辻斬りラプターだった。インタラクティブウェイ。それでは本日最後のナンバーをお届けしましょう。モルフォで The Incarnation です。So the last song is Reincarnation by Lumen。 いつの日か世界が終わる時もあなたさえ
Reincarnation でした。 The song you listened is a reincarnation by Lumen. Interactive way. Interactive way. 8月からの4ヶ月間視聴していただき誠にありがとうございました。このような素晴らしい機会をいただけて本当に感謝しています。ガンボルトファンの皆さん、ラジオをずっと聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございました。レギュラーでの放送は最終回となりますが、不定期放送やインタラクティブウェーブ2みたいな形でまた皆様とお会いできる機会もあると思いますので、その時はまたぜひ聞いてくださいね。 Today is the last episode for Interactive Wave. Thank you so much for you have listened to the radio shows for 4 months. I hope we will see in the near future. See you. それではまたお会いしましょう。 See you next time. Bye bye. この番組はインタラクティブなイメージをクリエイトするインティクリエイツがお送りいたしました。 This program was presented by インティクリエイツ。